俺頭悪くてよかったなと思う。もう俺ああいうバルとか株とか全然わからないからさ、全然わかんない。自分の株がとか自分の仮想通貨がとかわかんないからさ、めんどくさくない？なんかそういうの結局騙し合いでしょ。ああいうのってあの人のが売れる、あの人のが売れない、買う売る買う売るを繰り返すわけでしょ。でもおそらくそれに巻き込まれた人より巻き込まれてないやつがガヤで叩いてる方のが多いけどね。あ、チャンスでこいつ叩けるみたいな、謝罪して全部最高額で自社買いする。だからそれもやっぱこれじゃん。これがあるから別に全部買い占めればもう問題ないでしょみたいなね。そうじゃないじゃん。うん、そうじゃないじゃん。なんかお金なんだ、お金なんだから、じゃあお金俺が払って買い占めれば別に誰も損してないでしょ、最高額で買ってんだから別に問題ないじゃんみたいな開き直りに見えてしまうわけだよね。うん、そうじゃないんだよな。そこじゃないじゃんね。それじゃあ多分原因は治らないんですよ。また同じことになるんですよ。分かってないんだよね。悪いことしたらじゃあお金で解決すればいいでしょ。やってることヤクザと一緒だからね、そんなのね。うん、あ、間違えたことしたら、あ、じゃあお金払って解決しましょう。で、あ、またなんか間違えたことしました、じゃあお金払って解決しましょうみたいな。かなりからそういうことできるかもしれないけど、じゃあ世の中の人って何でもそれができるわけじゃないんですよ。自分がミスした時に、じゃあお金払って解決しましょうってみんなできないんですよ。じゃあどうするかって謝罪じゃないですか。誠心誠意。ね。いや、行動を取っていくわけじゃないですか。それしないじゃん。うん。そういうの全部端折って、じゃあ、まあ、お金払うんで、じゃあ終わりにしましょうみたいな。それじゃあ多分本人は原因分かってないから、また同じようなことをやるわけですよ。うん。そういうところが普通の人とかけ離れてることばかりしてるんですよ。うん、だから叩かれるんだよね。うん、鼻に取り憑かれてるよ。だからある意味、うん、多分そこが治らないと、多分あの YouTuber っていうのはまた同じことよ。また金の話になっちゃう。自分はさ、なんか仕事でやってるさ、祭りの宝くじかなんか暴いてるとか言って偉そうなこと言って正論ぶってさ、動画か再生数だけでさ、自分のことはさ、 株を買い占めるんで終わりですねみたいなのはさ、ちょっとさ、それは納得いかない人多いやろね。うん、自分はさ、あれだって仕事でやってる奴らいてさ、ね、業者さんとかがやっててさ、それをさ、金で物を言わせて全部ひっくり返してさ、良くないよね、良くやないよねっていう流れをさ、世の中に作っておいて、自分のそういうなんか仮想通貨かなんかのことはさ、買い占めるからあとは許してくれよね、みたいなのがさ、これでなんか終わってさ、次行きましょうっていうのはさ、多分誰も納得しないよ。だから荒れてんだよ。うん。でも子供はそれに気づかないんだよね。子供はね、神様だと思ってるからさ、うん、ある意味種を見せてくれる神様だと思ってるからさ、なんで神様が叩かれてんのみたいな、何か悪いことしたのみたいな、うん、買った方が悪いじゃんみたいな、うん、いや、しかもさ、叩かれても、しかもそれを自分で自腹を払って買い占めてくれるなんて神様みたいな人だって思ってるからさ、うん、子供たちは必死にさ、ツイッターとかでリプライでさ擁護するよね、うん、なんで叩かれてるんですかみたいな、あなた別に損してないじゃんとか言って、うん、損か得かしか見てないからさ、いや、そういうことじゃないじゃん、みたいな。将来的に見たときにさ。だからやっぱり俺はね、YouTube の見本は、ヒカキンだと思うよ。やっぱ綺麗だもん。うん。光と闇じゃないけど。やっぱまだヒカキンの方がスキルやってる感あるよね。光の方はもう金儲けだけだからね。